皆さんこんにちは、三山です。今回は3月の買ってよかったものをご紹介したいと思います。紹介したアイテムについては概要欄に詳細を載せておくので、もし気になるものがあったらそちらチェックしてみてください。はい、ということで早速一つ目のアイテムがこちらですね。じゃじゃん、コクヨのペンケースになります。ちょっとスリムなペンケースが欲しいなと思って、すごく軽い気持ちで購入したものだったんですが、これがですね結構良かったんですよ。で、完全にジッパーを閉じた状態だとこんな感じでかなりスリムなんですよね。結構ちっちゃめのバッグにも入るので助かるなっていうのと、さらにですね、ここのジッパーを開けてあげるとじゃじゃんとこんな感じでパカッとトレー状に開いてくれるんですよ。これがめちゃくちゃ便利でして、こういったペンはもちろんなんですが、ここまで大きく開いてくれてると、まあ、こういう消しゴムだったりとか割と細かめのものまでさっと取り出しやすいので、めちゃくちゃ使い勝手が良くて、もうここ最近外に持ち出すペンケースはこれにしていることが多いですね。で、さらにですね、ここのジッパーの上の部分なんですが、こういう風に輪っか状になっているので、デスクの横に引っ掛けて収納することもできますし、このジッパーの裏側のところはスナップボタンになってるんですよ。なのでここ外してあげることができるので、例えばこういうバッグの肩紐のとことかにこうやってくるっと通して、はい、ボタンを閉めてあげれば、こうやって外側に引っ掛けて持ち運ぶこともできるんですよ。結構いろんな使い方ができるので、この点もいろいろ工夫されてていいなと思って気に入ってます。まあ、あとは本当に狭いデスクとかで作業しなきゃいけない時とかは、まあ、ペンだけ出して、まあ、ここを下にしてこんな感じで立てておくこともできるようになってます。案外安定感があるような感じです。ペンもですね、たくさん入るんですよ。私そんなに入れてないんですけど、多分もう 3,4 本は余裕で入るかなっていうような感じなので、まあ、割とスマートな見た目のコンパクトなペンケース探してるよって方はぜひ一度試していただけたらなと思います。はい、続いての買ってよかったものがこちらのモバイルバッテリーなんですが、 CIO のスマートコビープロケーブルですね。これがですね結構面白いモバイルバッテリーになっておりまして、特に特徴的なのはここですね。なんとこんな感じでケーブルが内蔵されているタイプのモバイルバッテリーになってます。で、私が今使っているのがここのケーブルの先端が USB-C になっているタイプのものなんですが、なんとこのケーブル、ここの部分からですね取り外しできるようになっておりまして、別売りのじゃじゃん、こちら先端がライトニングになっているタイプのものとケーブル交換して使うことができるようになってるんですよ。で、そもそも充電にはライトニングしか使わないよっていう方の場合は、これここのケーブルが元からライトニングになっているタイプのものも売ってるので、まあ、そちらお好みで選んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。で、こちらのモバイルバッテリーが容量が1万ミリアンペアで、最大の充電出力が35ワットまで出るようになってるんですよ。まあ、なので、まあ、こういった iPhone はもちろんですし、 iPad とかあと MacBook Air とかももう余裕で充電できるような感じになってます。で、モバイルバッテリーのこの側面のディスプレイではバッテリー残量があとどれだけあるのかっていうのがパーセンテージで分かるようになってるので、このあたりも非常にありがたいですね。で、ちょっと見にくいと思うんですが、ここのディスプレイの右上に今緑色のマークが出てると思うんですけど、これは急速充電中だと点灯するようなマークになってるので、ちゃんとデバイスが急速充電されてるかどうかっていうのも一目で分かるような感じになってます。で、こちらの内蔵ケーブル用のポートのさらに反対側にもう一つ USB-C ポートがついてるんですよね。なので2つのデバイスを同時充電することもできるようになってます。ただ残念ながら2台同時充電の場合は急速充電ができなくなってしまうんですよね。それぞれのポートで 15W までの出力に限られてしまうので、ちょっとその点だけご注意いただけたらなと思います。続いての買ってよかったものはこちらですね。じゃじゃん、シュパッドというエコバッグなんですが、これ私が気に言っていてもう断るごとに紹介しているエコバッグなんですけど、なんとですねリニューアル版がちょっと前から出ておりまして、ちょうど3月頭ぐらいに購入したので、今回ちょっと改めてこちらのシュパッドというエコバッグ紹介したいなと思います。もうこのエコバッグ何がいいかというと、まずですね容量がめちゃくちゃ大きいんですよ。こんな感じで広げていただいたら、ここにですねあのバッグの取っ手があるので、ここを持った状態でここの下の部分をギュッと引っ張ってあげると、はい、こんな感じで結構広めのマチがついたバッグに早変わりするっていうような感じになってます。じゃじゃん、例えばこちらですね、ドクターマーチンの UK6 のショートブーツが入った、まあ、この外箱なんですけど、なんとこの外箱がですねこちらのエコバッグに入るぐらいの大きさになってます。ちょっと試しに入れてみますね。
よし、はい、じゃじゃんとこんな感じで、まあ、結構大きめのこのドクターマーチンの箱もですね、すっぽりこの中に収めることができちゃうよっていうような感じになってます。でさらにですね、これリニューアルされて変わった箇所がありまして、まず一つ目がここの上のところになんとスナップボタンが追加されました。今までここのボタンなしだったので、まあ、こういう箱物だったら結構問題なかったんですけど、例えばあのスーパーの食品とかですね、たっぷり入れた時とかに、まあ、ちょっとここの端っこからこぼれ落ちないかしらって不安になることもあったんですが、もうこのスナップボタンがあるだけでだいぶですね安定感が増すので、ますますいろんなものを入れるのに適したエコバッグになったかなっていうような感じですね。でさらにですね、このリニューアル版で変わったところで言うと、ここの肩紐の部分がちょっとだけ長くなりました。ほんの2センチぐらいなんですけど、この2センチがですね肩に引っ掛けるときにちょうどいい長さなんですよね。今までのこの吸盤の時だと中に荷物を入れてこう肩掛けすると、あれちょっとだけ長さ足りないかもみたいな感じで結構腕が動かしにくい、肩が動かしにくいっていうのがあったんですけど、ちょっと2センチぐらい長くなっただけでだいぶ肩掛けしやすくなったので、このあたりも非常に助かりましたね。あとはですね、なんといってもこちらのエコバッグ、畳むのがめちゃくちゃ簡単なんですよ。ここの端っこの部分を手で持ってと引っ張ってあげるだけで、はい、このまっすぐな状態にすぐ切り替わってくれるので、この形になったらあとはこんな感じで折りたたんで、でもう一回折りたたんでくるっと回してここのスナップボタン止めるだけなので、歩きながらあと立ちながらでもめちゃくちゃ簡単にこのエコバッグ収納することができるんですよ。まあ、他にも私エコバッグ結構好きで何個も持ってるんですけど、結局こればっかり持ち運んじゃうっていうような感じになってます。ぜひですね、エコバッグ畳むのめんどくさかったんだよなって思ってた方には、一度このシュパッとリニューアル版試していただけたらなと思います。はい、続いての買ってよかったものがこちらですね。これ何かと言いますと、サロニアの EMS リフトブラシというものでして、ここのブラシの先っちょのところから電気刺激、低周波刺激が出るようになっているタイプの美容健康デバイスになってます。でこれどういう風に使うかと言いますと、化粧水をつけたばっかりの顔とか、あとはシャンプー終わりの濡れた頭皮とかにここの先っぽをですねグッと押し当てることで、顔とか頭みたいなこうマッサージしにくいところの筋肉をこうビビビビビッと電気刺激で効率よくマッサージすることができるよっていうような美容健康デバイスになってます。で顔のマッサージって、まあ、やると割と効果あるなっていうのはあるんですけど、例えばこの手とかでやってしまうとこんな感じで顔にシワができてしまったりとかするんじゃないかっていう不安があったので、まあ、こういう手じゃなくて何か別の方法でマッサージすることできないかなっていうので、まあ、試しにこちらの EMS リフトブラシ買ってみたんですけど、これがですね思った以上に私と相性が良くて、初めて使った時ちょっとびっくりしたんですよ。本当これをさーっと 1,2 分軽く顔撫でただけでもうグッて引き上がったんですよね。もうなんか鏡見てえってめちゃくちゃびっくりするぐらい効果を実感しまして、で特に私の場合はもう本当日頃肩こりがめちゃくちゃひどいタイプっていうのと、美容院とかに行った時も美容師さんに毎回いや本当に頭皮硬いですねって言われることが多いので、おそらくですね普通の人よりも頭とか顔周りの血行が悪かったんじゃないかなって思っていて、まあ、だからこそこれ初めて使った時にこうめちゃくちゃ効果を実感したんじゃないかなと思います。なので必ずしもこれを使った人全員がこう顔がグッて引き上がるわけではないと思うんですけど、もう私とはめちゃくちゃ相性が良かったっていうような感じでしたね。でこちらがですね一応細かい機能いろいろついてまして、まず使う時はここの電源ボタンを長押ししてあげることで、ここ3つのモードが選べるようになってます。私は頭皮をマッサージするときはこのスカルプですね。で顔をマッサージするときはこのフェイスを使うようにしています。で肩周りとかはこれですね、このボディーモードにして使ってるっていうような感じですね。でそれぞれのモードで5段階で強さ調整ができるようになってます。でここのピンのこの真ん中あたりなんですけど、このあたりは温感機能も搭載されてるので、まあ、お風呂上がりとか顔とかに当ててあげると結構じんわりあったかい感じがしていて、そのあたりも割と気に入ってますね。でこれ中にバッテリーが内蔵されていて、定期的にここの USB-C ポートから充電する必要があるんですが、これ結構バッテリー持ちが良くて、まあ、1週間に1回もう充電しなくてもいいかもなっていうような感じです。2週間ぐらいは体感としては持ってるなっていうような感じがありますね。
で、私自身はこのアイテムめちゃくちゃ気に入っていて本当に毎日使ってるんですが、まあ、誰しにもおすすめかというとちょっとそういうことでもなく、というのもですね、これ結構刺激が強いというか、やっぱ使ってる時に独特のピリピリ感があるんですよね。低周波治療器とか使ったことある方ならわかるかなと思うんですが、やっぱり電気の刺激でここの中の方の筋肉を動かすっていうような仕組みになっているので、電気独特のピリピリ感が苦手な方はおそらくですね、これ使うのしんどいんじゃないかなと思います。あとですね、このブラシの場合は濡れた皮膚に使う必要があるんですよ。なので洗顔直後の化粧水をつけたばっかりの湿ったお肌とかに使っていただくとか、あと頭皮の場合とかは髪の毛を洗いたての濡れた状態で使うみたいな必要があるので、いつでも気軽に使えるっていうわけではないんですよね。必ずこの皮膚を濡らして使ってあげる必要があるので、ちょっとそのあたりもご注意いただいた方がいいかなと思います。はい、続いての買ってよかったものはこちらですね。これが段ボール型の収納システム、フロアボックスと呼ばれるものですね。まあ、ガジェット系の YouTuber でおなじみの堀口さんと平岡さんが運営するドリップが開発したアイテムになってます。で、これがですね、面白いのがこれ 1,2,3 種類の大きさの箱と、この箱を収納するこの外側のシェルフを組み合わせることで、まあ、こんな感じで引き出し収納ケースとして使うことができるよっていうタイプのアイテムになってます。で、この3種類の箱にはですね、それぞれこんな感じで蓋もついてくるんですよ。なのでこのシェルフを購入しなかった場合はこの蓋をパコッとはめてボックス単体で使うことができるようになってます。で、一番小さいこちらの02525番のタイプの箱と、中間サイズのこの50番の箱については中に仕切りが入れられるようになってます。まず25の仕切りについてはこんな感じですね。最大で2箇所仕切りを入れられるようになっていて、ちょっと幅広めに使いたいなって場合はそこの場所だけ仕切りをこう取ってあげてっていうような使い方もできるようになってます。私の場合はこのちっちゃめサイズの箱の中にはマスキングテープとか、あとはカード類ですねを結構入れてるような感じにしています。で、ちょうど真ん中の50サイズはこんな感じですね。こちらも最大で2箇所仕切りが入れられるようになってます。で、私はこの50サイズには筆箱とか、あと電卓とか、まあ、ちょっと幅がある長めのものを収納するような感じにしています。ただこの一番大きい100サイズの箱なんですけど、これたくさん入るからといって、まあ、こういうノートみたいな重さが出やすいものを、まあ、たくさん詰め込んでしまうと、ここの外側のシェルフに出し入れするのが結構大変になります。例えば出す時とか、これ中身が重いとこのまま、はい、シェルフごと引っ張っていっちゃう感じになるんですよね。ちゃんとここの箱だけ出したいときはこのシェルフのところを指とかでグッと押さえてあげて、で、出してあげるっていう必要があるので、まあ、なるべくですね、この大きい箱の中にはかさばるけど軽いものを入れてあげる工夫とかが必要なのかなと思います。ちなみにこちらフェローズのバンカーズボックスと比べると結構大きさに差がある感じになってます。と、上から見るとこんな感じですね。まあ、横幅もそうなんですが、ここの縦幅も割と差があるかなと思います。なので日頃こっちのフェローズのバンカーズボックスを使っていて、まあ、ここにパンパンに詰めてたものをこっちのフロアボックスに移そうとするとおそらくですね、容量が足りなくなると思うので、ちょっとそのあたりご注意いただいた方がいいかなと思います。で、こちらのフロアボックスも、まあ、フェローズのバンカーズボックスと同じく、まあ、全て段ボールでできているので、不要になったら解体して、まあ、腰回収に出してしまうっていうことができるので、まあ、その点は結構個人的にはありがたいポイントかなと思います。はい、続いての買ってよかったものがこちらです。バーンというブランドの自転車とかスケボーとか、あとスノボー用としても使えるヘルメットですね。最近日本でも自転車に乗るときにヘルメットの着用が、努力義務化になったことがきっかけで購入しました。で、ここのバーンというブランドさんがストリート系のかっこいいデザインのヘルメットが多くて、というのもこのヘルメットを結構使う人としてはスケボーしてる人とか、あとスノボーしてる人が使うことが多いヘルメットなんですよね。なのでこの内側のクッション構造とかもめちゃくちゃしっかりしていて、まあ、どうせだったら見た目がかっこよくて、まあ、普段着に合わせやすいのがいいなっていうのと、
被るんだったらやっぱちゃんとした安全性があるものの方がいいよなということで、今回このバーンのヘルメット買ってみたんですが、見た目がですね、まあ、そこそこいかつい割には結構これつけ心地軽いんですよ。このもの自体もそんなに重たいものではないので、買って以来、まあ、自転車に乗るときは必ずこれ着用しているような感じになってます。で、横がこんな感じのシルエットで、正面から見るとちょっとバイザーが飛び出しているような感じになってるんですが、このバイザーは別売りなんですよね。取り外し可能な別売りのバイザーになっておりまして、まあ、なしの状態でも被ることができるようになってます。まあ、ただ個人的にはやっぱこのバイザーあった方がデザイン的になんていうんですかね、いい感じのアクセントになるんじゃないかなと思ったので別売りだったんですが、まあ、わざわざ購入した感じになります。で、最近やっぱヘルメットの着用が努力義務化になったことで、このバーンのヘルメットも結構品薄になっているんですよ。で、私が買った時も最初このマットブラックの色味なかったんですが、再入荷通知とかを、まあ、いろんなショップさんとかでオンにしとくと結構ですね、ちょくちょく在庫戻ってきて買えるんじゃないかなと思うので、ぜひですね、欲しいなって思ってる方は諦めずに再入荷通知をいろいろ登録しておくことをおすすめします。はい、続いての買ってよかったものがこちらです。じゃじゃん、スーパー麺になります。このスーパー麺、どんな麺かと言いますと、原材料が玄米とでんぷんのみで作られたグルテンフリーの麺になります。で、こういうグルテンフリー系の食材って結構ですね、調理中にベタついたりとか、あと食べてみると独特の味だなみたいなことが多かったりするんですが、このスーパー麺はですね、もうベタつきも本当に少ないですし、もう食感とか味とかがもうザ・生パスタみたいな感じで、もうもちもちでめちゃくちゃ美味しいんですよ。しかも玄米が主成分なので栄養バランスも小麦だけのパスタよりだいぶヘルシーですし、個人的にですね、特に嬉しいのがこれ、ここに書いてあるんですけど、茹で時間がたったの60秒でいいんですよ。これめちゃくちゃ楽じゃないですか。私今使ってるグルテンフリーパスタがだいたい茹で時間に8分ぐらいかかるので、8分の1でもう食べれちゃうのみたいな感じで、毎回作るたびに感動してます。で、しかもこれ嬉しいのが、これに1食分ちょうど 100g ぐらいが詰まっている上に、これこの状態のまま常温保存で OK なんですよね。その点でも非常に気軽に使えますし、味も本当に良くて、まあ、私パスタ系が好きなので、いつもミートソースとかタロコソースとかと一緒に食べてるんですけど、もうどっちとも相性バッチリな感じです。気軽に食べれて栄養バランスもいい主食を探してるよって方は、ぜひ一度このスーパー麺試してみてください。めちゃくちゃおすすめです。はい、続いては買ってよかったもの最後のアイテムのご紹介なんですが、最後はいつも漫画を紹介しておりまして、今回はこちら、3月23日に最新刊の5巻が発売されたダーウィン事変ですね。この漫画が2022年の漫画大賞を受賞した作品なんですが、もうここ最近読んでいるものの中でも飛び抜けて面白いんですよ。飛び抜けて面白いんですが、これがですね、どうして面白いのか説明するのがめちゃくちゃ難しいっていう、もうレビュアーとしては非常に悩ましい作品の一つになってます。なんていうんですかね、こう現代社会で議論されるような、まあ、あらゆる社会情勢、あとまあ文化背景とかが結構こう複雑に絡み合ってる作品になっていて、まだ5巻なんですけど、もうこの面白さのままもし完結できたとしたら、個人的には漫画史に残る名作になり得るような、もう本当に面白さのそこが見えない漫画なんじゃないかなと思っています。で、まずこの漫画のざっくりとしたあらすじなんですが、主人公はなんと人間とチンパンジーのハーフとして生まれたチャーリーですね。で、彼がですね、やっぱ複雑な生い立ちということもあって、テロだったりとか、まあ、あと差別だったりとか、私たち人間社会が抱える、まあ、割と深刻で大きな問題っていうのに、まあ、向き合っていくっていうようなお話になってます。で、物語の冒頭あたりでは15歳になったチャーリーがですね、人間の育ての両親がいるんですけど、まあ、彼らの勧めでアメリカの高校に入学することになります。で、学校で人間の女の子、まあ、ルーシーっていうこと仲良くなったりとかもするんですが、やっぱりですね、チャーリーはこう見た目からしても普通の人間とは、まあ、ちょっと違う感じなんですよね。で、学校の他の同級生とか、あと同じ町の人々とかに、まあ、やっぱりですね、差別的な扱いを受けたりするんですよ。
でさらにですね、深刻なのが、まあ、一応舞台がアメリカっていうこともありまして、 ALA と呼ばれる動物解放同盟って名乗る、まあ、テロ組織があるんですけど、まあ、そのテロ組織の目的が動物たちを解放するっていうのが目的なんですよね。なのでその目的のための、まあ、旗印として、まあ、チャーリーを仲間に引き込もうと画策してたりするんですよ。もう結構複雑な社会ドラマっていうのが繰り広げられてる作品になってます。で、扱ってるテーマが、まあ、差別とかテロリズムとか、あと動物の権利とか、まあ、結構社会的に重ためのテーマを扱っているっていうこともあって、漫画っていうよりかは圧倒的に海外ドラマに近い感じですね。なので普段ネットフリックスとかでアメリカのドラマも好きでめちゃくちゃ見まくってますみたいな方にはかなり刺さるようなストーリーになってるんじゃないかなと思います。で、このダーウィン事変の新刊を読むたびに、この作品の伝えたいこと、一番メインにしたいテーマってなんだろうなって結構いろいろ考えるんですが、個人的に今のところ出てる答えとしては、人が作ったルールがいかに不完全なものか、あとは人間ってどうしてこんなに不寛容なのかっていう、なんかこの2つを伝えるためにテロリズムとか動物の権利とか結構重ための社会的なこう話っていうのをこの漫画の中に取り入れてるのかなっていうふうに思っていて、結構具体的な例で言うと、主人公チャーリーの立場とかがまさにそうで、まあ、この物語の舞台であるアメリカではチャーリーには市民権がない状態なんですよね。あくまで育ての両親の所有物扱いまでしかいかないんですよ。というのもチャーリーは母親がチンパンジーっていう存在なので、一応動物扱いなんですよね。で、アメリカのここの州では動物は誰かの所有物でしかないので、もう人権がない状態なんです。ただチャーリー自体は思考能力も人間と同等か、下手したらそれ以上の存在として描かれているんですよね。で、そんなチャーリーに、まあ、実態はともかく人権がないんですよ。で、半分動物で半分人間のチャーリー、本当にこのままでいいんですか、誰かの所有物としてしか扱われない状態でいいんですかっていうのを、まあ、様々なこうドラマに乗せて読者にも問いかけてくるっていうのが、まあ、このダーウィン事変っていう作品なんですよね。で、こういうチャーリーの人権問題以外にも、まあ、こういう答えを出すのが難しい問題っていうのをもういろんな角度からこう考えて楽しめるように構成されてて、なんかこう今までなんとなく他人事として考えていたこう現代の重ための社会問題っていうのを結構こう自分事として考えるきっかけにもなりますし、逆にですね、なんかこれ本当に不思議なんですけど、自分だけが抱えてるんじゃないかなって思うようなこう結構ちっちゃい悩みとかあったりするじゃないですか。なんかそういうのもこの漫画を通して深掘りできるような感じもあったりして、一見ですね、読むまでのハードルが高い小難しい作品に見えるかもしれないんですが、実はですね、誰でも読みやすい、すごく懐の深い作品に、漫画に仕上がってます。で、私ダーウィン事変だけじゃなく、やっぱ漫画を通してこう自分が考えていることとかを深掘りするのが結構好きなんですけど、結局人って自分のことが大好きなんですよね。で、特に思うのが、自分が考えていることとかを深掘りしたり、あと逆に他人に言い当てられたりするのって人間で結構好きですよね。特に日本だと占い師の方になんかこう占ってもらって、あなた実はこういう性格ですよねみたいな、こうこうこうじゃないですかってこう言い当てられると、なんかちょっと気持ちよくなる瞬間とかあったりするじゃないですか。なんかそういう自分が考えていることを知る気持ちよさみたいなのを得られるのがこのダーウィン事変なんですよ。本当に不思議なんですけど、読んでるとやっぱ考えたくなる。で、自分のこうふんわり思ってたことをしっかりしっかり深掘りしたくなる、なんかそういう気持ちよさを得られる、まあ、結構稀有な作品だなっていうのがあるので、ぜひですね、ちょっと気になった方は一巻でいいので読んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回は3月の買ってよかったものをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もですね、こういった買ってよかったものとか、身の回りのものとか、いろいろご紹介できたらなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ここまで長々と見ていただき、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。